第2回定例会を終えての所感を述べさせていただきます。本定例会に提出をいたしました予算案並びに条例案等につきましては、議会において慎重にご審議をいただきました結果、原案通りすべて可決をいただきました。また追加提案をいたしました新型コロナウイルス感染症に対する緊急対策第6弾の関連事案につきましてもご賛同いただきましたことについて、改めて議員の皆様に厚く御礼を申し上げたいと思います。一般質問では新型コロナウイルス感染症対策をはじめ、新たな避難所運営を含めた防災・減災対策、教育環境の整備や都市交通問題、福祉や医療環境の充実などさまざまな政策課題について議員各位から大変熱心にご質問をいただきました。議論を通じていただきましたご意見ご要望につきましては真摯に受け止め、新型コロナウイルス感染症の第2波対策や市民生活や経済の回復に向けた支援などに全力で取り組んでまいりたいと考えております。